よろしくお願いします。本日はですね、ママストリートというママダンスサークルで私活動してたことがあるんですけど、私のインスタグラムの方で遡ってもらったら、こう全員ママでショーに出たよとか、そういう動画が上がってたりするんですけど、そちらのメンバーの方をね、今日はお呼びいたしましたので、楽しくおしゃべりしていきたいと思います。本日のゲストはこの方。ママダンスサークルママストリートの立ち上げメンバー、あさこさんです。よろしくお願いします。めっちゃ久しぶりですね。めっちゃ久しぶりだね。もうコロナのせいで、これまた可愛い子はララです。ララちゃん YouTube 出るの初めて？初めてです。デビューです。よろしくお願いします。本日のゲストはね、もちろんママさんなんですけれども、あれ、お子さんっておいくつになりました？今年3年生と2年生になりました。9歳、この間誕生日迎えて。そうなんだ、小学校3年だから、青葉くんが3年生で、スイちゃんが下がね、娘さんなんですけど、はい、いやそんなもんね。だってさ、出会った時、スイちゃんとかさ、あれやったよ、新生児じゃなかった？そうだと思う、2ヶ月ぐらいからママストに連れてきてたから、ふにゃふにゃの時、で、なんか新生児ちゃんやけど髪の毛ほっさんほっさんってめっちゃ毛量多い。毛量多かったね。赤ちゃん連れてきて、そのダンスのね、ワークショップにも連れてきてたんですよ。だからね、もうランドセルショーってますからね。そうか、だからうちの息子も最初連れてたんですけど、もうまだ0歳なんでしたからね。大きかったけどね。小学生になったんだ。感慨深いね。子供の成長ビビりますよね。いやね、本当だよね。あっという間だよね。自分もそんなこの何年で成長したっけっていうのを飛び越えて成長してますよね。そう、わかるわかるね。自分あの時とそんな変わってないもんね。5、6年でこんな伸びしろあったんだ、人間で。ね、すごいね。さっきも言いましたけど、出会った時まだ新生児ちゃんとかですよ、2人目。ね、そんなちっちゃいお子さんで2人目で、結構バタバタするかなっていう、その育児的にも、なんかそんな時にさらにそういうサークル活動みたいな始めようって相当タフやなと思うんですけど。そうだね。そうですよね。そもそもなんでそういう時期にあのママストリートをじゃあやろうってなった、その結成のきっかけみたいな教えてもらってもいいですか？はい、あのママストリート、実は1人目の青葉くんが生まれて、半年ぐらいの時かなに始めたんですけど、あの私今神奈川在住なんですけど、当時本当東京に住んでいて、東京の世田谷区で26歳って相当若いの。結構ね、あの辺は働いてるお母さんも多いですね。そうだから自分的にもこう仕事の一番いい時に育休に入って、結構最初ね、あのいろいろ悩んでたんだよ。そうなんですか。育てっていう責任もあるから、なんかこう自分を押し殺さなきゃいけないみたいな風に思っちゃうじゃん、まだ若いのに。でも若いからこそ周りにそういうママ友とかもいなくて。なるほどな、分かるわ。分かるでしょ。そうだから、なんか自分のやりたいことを抑えることが正しいことだみたいな風に多分最初思ってたんだよ ね。ちょっと背伸びしようとしたんですね。お母さんなんだから頑張らないと。そう思ったんだけど、前の年ぐらいまでは結構ね、ステージ出たりとかダンス大好きだったから、急に諦めたというか我慢した感じだったんですよ。ギャップあるね。そのステージとか出てダンサーさんとわーって会ってたのが、はい、子育てに入ります。結構ギャップあるね。そうよく考えると、子供ってこっからね、今も子育てしてるけど、ね、十何歳までは手が離れないから、なんかこう長くこうどう向き合っていくか、自分とも子供ともどう向き合っていくかみたいなことをすごい考えた時に、我慢だけじゃダメだなと思って、で自分も楽しみながら子供も楽しんでもらえる場所があったらいいなと思って始めたんだよね。こう探しに行くんじゃなくて、自分から作ろうって思ったっけ？そうだね、始めようって思ってね、最初は一人じゃないですか。どういうメンバーに声をかけていったんですか？大学のダンスのサークルが、まあ、そのサークル自体も大所帯で200人ぐらいいるサークルだったんだけど、立派なダンスサークル。そう、関東大学ダンス連盟って言って、大学のサークル同士がすごい大きくつながっているのね。はいはいはい。だから多分ね、そう、東京のダンスサークル入ったことあるよっていう人は多分分かるんでしょうね。そう、みんな入ってる人多いかなと思うんですけど、世田谷区で探すとママ友いなかったんだけど、ダンスサークル全体で見ると、
意外といるっていうことが分かって、そこのコミュニティだ。そう、 Facebook とかで当時ダンサーでつながってる人多かったから、なんか踊りたいと思うんですけど踊りたい人いますかみたいな。最初は講師とかも呼べなかったから、私がやったんだよ。あ、先生。そうそう、振りは考えるから教えるとかじゃないけど、一回集まって踊ってみませんかって言って、呼びかけたんだ。そう、勇気を出して。そう、でしかもなんか子供連れてきていい環境にしませんかっていうのを言ったんだよね。おー、そしたら意外と十何人か集まってくれて。結構じゃん。そう、意外といて興味持ってくれたんだ。そうそうそう、みんな遠くから来てくれたり。優しい。そう、あとその学生の当時は話したことなかったけど、はい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 、ちょっと 2,3 校上の先輩とかちょっと顔見知りぐらいの人たちが来てくれて踊ったんですよ、ね。そっからもう定期的にこう続けていくようになってたんだ。あ、そうそうそう。でちょっと私が講師やるのは忍びないし続かないあ、こんだけ集まるんだったらちょっとみんなで割り勘して先生呼んでみるみたいなことを言って始めたんだよね。そっかそっか。え、私がもう知ってる時は聖子さんとか、うんうんうん、あの辺がもういらっしゃったとか、趣里とかね。そう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 、うん、じゃあ本当に最初その友達に声かけたっていう感じでもなく、うんうん、そのダンスのコミュニティを使って勇気を出していろんな人を集めてこう関係性を作っていた感じなんだ。そう、すごい行動力やなでもFacebook便利だよね。だから便利だね、うん、そっか。だから今言ってくれた先江と趣里と聖子さんは、はいはいはい、みんな違うサークルだから。あ、そっか、そうなの。そうそうそう、そのダンス連盟っていうのはつながってる。つながってて、で、そう、顔は知ってるし、まあまあ仲は良かったんだけど集まってくれて、はいはいはい、だんだんこうスタッフとして一緒に主催側に回ってくれて、いや結構もう形になってる時に私はみんなと会ってるんや。そうかな。そうそうそう、なるほどな。ちょっと私との出会いをねここから話させてもらうと、うんうん、一人目産んだ時に東京のお母さんらしく背はいかんって思っちゃったんですよ。そうだよ、地方感分かりますよねその不安子供をまず預けてダンスレッスンに行くとかも、当時はやっぱなんか罪悪感があった。分かる、それ